ハビエル・オンティベロス・パルラは、スペイン・アンダルシア州マラガ県マルベイリア出身のプロサッカー選手。プリメーラ・ディビシオンの CA オサスナに所属している。ポジションは MF。2008年にレアル・ベティスのカンテラに入団し、2年後の2010年にマラガ CF に加入。2015年7月に B チームに昇格。11月にトップチームに昇格し、21日の RCD s RC パニオール戦で、ラリーが初出場。2016年11月27日のデポルティーボラ、コルーニャ戦で、リーガ初ゴールを決めた。2018年1月31日、当時セグンダ・ディビシオンの、レアル・バリアドリードへのシーズン終了までのローン移籍が、発表。バリアドリードのリーガ復帰に貢献し、マラガに復帰。2018から19シーズンは、セグンダで、 自己最高のシーズンを送り、33試合後得点を記録。チームは3位に入り、昇格プレイオフに進出したものの、1回戦でデポルティーボに敗れた。2019年8月20日、ビジャレアル CF と5年契約を結んだ。2020年9月24日、SD ウエス会のローン遺跡が発表。2021年8月27日には、 CA をサすナイのローン移籍が決まった。ありがとうございます。